どうもありがとうございます。株式会社ステイシーです。メールが来ましてね。はい。なんか調査会社ですけど、なんとかの手続きのという話ですけど、はい、どういうことですかね。はい、かしこまりました。当社の方のメールが入られていたということでよろしかったですね。はい、はい。それではそのメールの内容に担当者のお名前の記載や依頼番号の方の記載あったと思うんですけれども、はい、お分かりいただいてましたでしょうか。はい、担当者が小島美奈子と書いてありました。ただ小島ですね。はい、では依頼番号をいただいてよろしいでしょうか。 25D01 ですね。かしこまりました。はい、それは今回こちらの依頼番号で担当者の方が小島ということですと、お問い合わせ内容の方がインターネットウェブサイトご使用におけます大会手続きご希望のお客様ということでお話を伺いしているんですけれども、はいはい、お問い合わせは詳細の確認ということでお間違いなかったでしょうか。はい。はい、かしこまりました。それでは、詳細につきまして、担当者の方からのご説明とさせていただきますので、はい、まず担当者の方におつなぎをするために、連れてくるお客様、お名前の方をいただいてよろしいでしょうか。安倍と言います。安倍様ですね。はい。安倍何様でいらっしゃいますでしょうか。明。安倍明様ですね。はい。それでは今回当社の方からメールを受信されました安倍様の端末のお電話番号をいただいてよろしいでしょうか。あ、この電話番号だけど083ですね。はい、はい、かしこまりました。それではこちらのデータ検索をかけさせていただいた上、担当、小島の方のおつなぎとさせていただきます。はい、でこちらのデータの内容そもそもが安倍様に対します個人情報の扱いにもなっておりますので、はい、おつなぎをさせていただく前に、まず当社の方で安倍明様、ご本人様確認といたしまして、ご生年月日、昭和平成表記の方からいただけますでしょうか。昭和36年。はい。4月16日。はい。大変失礼ですが、現在ご年齢は満おいくつになられてますでしょうか。52歳。はい、恐れ入ります。最後に安倍様のデータ、当社の方で47都道府県別、いわゆる地域別データの検索で書きさせていただきますので、はい、安倍様お住まいのご住所、都道府県名のみで結構ですのでいただけますでしょうか。宮城県。宮城県ですね。はい、恐れ入ります。それではこのまま担当者小島の方におつなぎさせていただきますので少々お待ちください。はい、もしもし安倍様、大変お待たせいたしております。はい、ただいまですね、担当の小島なんですけれども、他のお客様の接客対応中に伴いまして、当社の方から折り返しのご連絡といったご対応となってしまうんですけれども、はい、それでは通常通り担当の方から5分圏内には折り返しのご連絡入れさせていただきますので、はい、お出になっていただきますようよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。失礼します。はいはい、安倍です。あ、もしもし。はい、難しいところ大変申し訳ございません。こちら安倍明様の携帯の方でお間違いなかったでしょうか。はい、そうです。はい、私先ほどご連絡いただきました、株式会社ステイシーのですね、私森田と申します。森田さん。はい、そもそもの担当でありました小島の方なんですけども、他のお客様の接客対応に伴いまして折り返しにお時間がかかってしまいそうでしたので、代わりに読者の私が担当としてやらせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、本日は当社のメールをご覧になってからのご連絡ということでお間違いはなかったでしょうか。はい、はい、メールの内容ですけども、安倍様の方でこちらご理解というものはいただけましたでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。それではですね、当社の、詳しいご説明に入らさせていただきたいのですけども、その前に当社の業務内容について軽くご説明させていただきます。はい、当社は、調査会社となりまして、はい、個人の身辺調査及びに企業様の調査、その他ですね、お手続きの代行などを務めさせていただいている調査会社となります。今回なぜですね、安倍様のもとにこのようなご連絡を入れさせてもらいましたのかと申し上げますと、株式会社モバイルネットの方からですね、安倍様のご使用の携帯端末の身辺調査の依頼というものを受けましてご連絡させていただきました。モバイルネット。はい、ちなみに阿弥様はモバイルネットをご存知ございましたでしょうか。いや、全然知りません。あ、知らないということですね。かしこまりました。
それではモバイルネットのご説明をさせていただきます。モバイルネットはですね、総合情報有料サイトの運営管理をされている会社でありまして、うん、主にパソコンや携帯電話の方からアクセスできるインターネットのウェブサイトとなっております。うん、こちらの会社の主な業務内容といたしましては、着メロ着歌、動画ニュース、天気予報、占いチャットブログ、またその他ですね、成人向けサイトの方を含めますと、出会い系、結婚相談、またアダルトコンテンツの総合的なダウンロードや観覧が可能となっているんですけども、今回安倍様の下でこのようなサイトをご使用されたご記憶というものはございますでしょうか？いや、全然ないですけど。ないということなんですね。やはりそもそもご登録もされてない方にこのようなご連絡を得てしまいますと、会社としての問題となってしまいますので、現状ですね、安倍様にご連絡を入れさせていただく前に、安倍様のご使用の携帯端末の IP 記録、あとはですね、サイト側に足跡として残されている IP 記録の方を照らし合わせていただきましたところ、今回ご一致がありましたのでご連絡させていただきました。一致したの？そうでございます。ですので何らかの形でログインされているということはお間違いがないのですけども、いや、今使っているこの携帯電話の IP アドレスと、そうですね、サイト側に残したサイトの IP アドレスが一致したんですか？そうでございます。見えるの？はい、私の携帯電話の IP アドレスが見えるんですか？見えるというと、どういうことですか？見えなきゃ、まあ、関しては見えなければ一致したかどうかわからないじゃないですか。そちら携帯端末の IP 記録となりますから、はい、お調べさせていただいたところ、はい、今回ご一致がありましたので、これだから一致したというのは、あのサイトに残したものと今かけているこの電話の、はい、それでございます、 IP が一致したということは、今かけているから今見えなきゃおかしいですよね。今は見えませんよ。なんで見えないの？ご連絡させていただく前に、見えないんだったら一致したかどうかわからないじゃないですか。見えるんだよね。見えたんですよね。さっき見えたんですよ。私が電話したら、その携帯電話の、この IP 記録の一致というのはですね、はい、携帯で見えるということではないですよ。なんで？パソコンの方からお調べをさせていただいて、うん、IP 記録の方をですね、照らし合わせていただきました、うん。IP 記録はパソコンで見えるかもしれんけど、今私がかけているこの携帯電話はどうやって見るの？ですから、ご連絡させていただく前に、パソコンでデータ上のお話とはなってしまいますが、はい、そちらの方でご一致がありましたので、ご連絡させていただいた。それいつ一致したの？ですから、ご連絡させていただく前にですね。うん、だから、それはいつの話？いつの話？いつの話ですか？その足跡を残したのはいつの話ですか？昨年度、2013年6月の10日、お時間19時20分となっております。それはおかしいって。おかしいというのはどういうことですかね？だって今年のね、2月にこの携帯電話買ったんですよ。ええー、先月ですよ。では前の携帯ということですか？いや、前も何も、これ2代目の携帯でね、もう一台あってね。感情的になっているんですかね。いや、感情的にはなってませんよ。こちら、ご説明をさせていただきますが。去年はこの携帯電話使ってないんですよ。ええ、では前の携帯ということですよね。前の携帯と、例えば、なんで、前の携帯は、前の携帯ってことないんだけどね、新しく買ったんだから、もともとあるものは、ね。メールアドレスは変更してませんよね。最初から同じですね。ええ、ですから、はい、このようで、では前の携帯の方の IP 記録の方が一致しましたので、前の携帯って何それ？前の携帯は何？ですから、前ご紹介された携帯があってるんだったらば、ええ、携帯は何かって分かるはずですよね。そうですよ。ですから、担当小島の方からアドレスの方をですね、はい、お調べをして、まあ、モバイルネットさんからそちらの詳細を受け取りましたので、はい、ご連絡させていただいたんですね。モバイルネットってのは、どこにあるのそれ？どこにあるのというのはどういうことですかね。いや、そんなどこも使ってないんだけどね。あ、そうですか。はい。でしたら、こちらの方のデータ上の方でお調べさせていただいていることはできているのですけども、はい、そのように安倍様の方で、まあ、使ったご記憶がないということですと、やはり私の方からもこちら、まあ、モバイルネットさんにお話の方はさせていただきますが、まあ、ご料金のご提示が来ている状態なんですね。料金何？いくらあるの？ご
合計で19万5千円といったご料金となっているんですけども。19万5千円。あ、じゃあ、はい、払いに行きます。はい。払いに行きます。というとどういうことですか、ね、いや、今東京にいるからさ、会社まで払いに行きます。ちょっと、明細を見たいもんだから、その IP 記録だとかね、そういったものを。ちょっとなかなか、社長の方から依頼を受けた形ですから、はい。やはり安倍様の方でご納得いかれないということで、民事訴訟といった形で、お足の方を運んでいただくことになります。民事訴訟やってもいいんだけど、実際に目の前でその IP 記録を見たいわけですよ。で、納得いけば現金で支払いますので。かしこまりました。ではお調べさせていただきますので、少々お待ちいただいてよろしいですか。絶対に電話社長だよ。担当者の小島さんっていうのは、はい、あれ、もしもし。はい、もしもし。森田さんですか。はい、さようでございます。先ほどの安倍ですけどね。はいはいはい。まあ、こちらに関しては、まあ、そちらもマイネットさんの方にお聞きしていましたけど、はいはい、言っても構いませんよ、別に。そんな会社ないでしょと言いますと、架空請求でしょ、これ。安倍さん何なんですか、いたずらのお電話なんですか。いたずらじゃないよ、こんないい年して。うん、いい年してますけど。はい、担当者小島美奈子って書いてあったから、いやー、女の詐欺師だと思ってかけたけど、なんだ、がっかりしちゃった。男か、おい。あなた何考えてるんですかいや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 、担当者女の子、いや、担当者出してよ、女の子。あれさは何、暇なんですか。暇。うわ、びっくりしますね。うん、あなたは暇じゃないの。いやー、暇ではないですけど。架空請求の詐欺長いの。全然ですけど。全然か。まだ経験浅いの。まあ、そういった業者じゃないんでうん、まあ、その調子でやってちょうだい。はい、いえいえ、安倍さんはもういたずらの電話やめていただいてよろしいですか。なんで。いや、なんでではなく、安倍さんはおかしいですよ、ちょっと。いや、全然おかしくないよ。おかしいです。なんでこんな電話入れるんですか、逆に。いや、こういう迷惑メールたくさんみんなもらってるって言うからさ。暇つぶしてやってるんですか。うん、代わりにね、代行で、はい、やってるんですよ。面白いね。下手くそなところもあるしさ、今時ね、モバイルネットだとかね。はい。うん、総合情報サイトだとかいろんな言葉は皆さんおっしゃるけどね、もう本当使い古したやり方でね、もっとうまくやらなきゃダメ。あれとはあれなんですか、趣味でやってんですか。はい。なぜですか。ねえ、こんなね、今時流行らんよ。でもそちらに関しては、当社そういった業者ではないんで。いや、そういった業者だよ。まあ理解できないですよ、安倍様もやってることも。例えばさ、払わなかったら民事訴訟するとか言うんでしょう。はい、まあそちらにも安倍様切っていいですか、俺は。ねえ、やったことなんか一度もないでしょ。ね、安倍さんは切っていいですか。裁判なんかできないよね、詐欺だからね。その向きにならないでくださいよ。いやいや、向きになる。頼むわ。遊び相手になって。そう、暇なんですね、本当に。うん、暇です。いつもそうやって電話して暇つぶししてるんですか。そうですね。最近なかなかね、相手してくれる人いなくてさ。なるほどですね。うん。で、でも電話番号気をつけた方がいいですよ。うん。電話番号はしょっちゅう変えてるから大丈夫。うん。こういうことやってるとね。こちらの方はもう連絡入れないでください。上司の方にも怒られちゃいますから。上司なんているの？詐欺の上司が。はい。さよでも、違いますけど。株式会社なんて。株式会社のわけないでしょう、詐欺グループが。安倍さんは切れますね。いや、株式会社ステーシーなんてないよね。そんな会社ありませんよね。あれ、切られちゃった。もう一回。森田くん、遊ぼ。もしもし。はい。森田くん。すごいですよ。森田くん、遊ぼ。何ですか。うん。すごいですよ。YouTube で流していいかしら。どうぞ。ニコニコ動画で流していいかしら。どうぞ。株式会社ステーシーは詐欺だよって流していいかしら。どうぞ。どうぞどうぞ。
もし詐欺じゃないとしたらさ、これはえらいこっちゃね。そうですよ。営業妨害だよね。そうですよ。あの民事訴訟して、営業妨害ですよ。民事訴訟して、だから警察に被害届出してください。かしこまりましたね。お願いします。楽しみに待ってる。忙しいので切りますよ。うん、忙しそうだね。詐欺は忙しそうだね。僕暇だから。本当52歳なんですか。嘘だよ。うわ、暇ですね。はい、切りますね。切っちゃダメ、もっと遊んで。今日は何時まで仕事やんの。フリタコン、遊びましょ。もしもし、もしもし、他に仕事ないの？こんな仕事しか。もうお父さんお母さん泣いてるよ。切りますよ。うん、切ってもいいけどさ、もうまともな仕事しなさいよ。切ってもいいじゃん。かけてこないでくださいよ。ね、かけてこないでくれて、出るからいかんのよ、バカだね。出なくてもいいのに。もしもし、もしもし。まだ聞いてる？ね、どうせ詐欺やるならね、日本一の詐欺師になってね、お父さんお母さんを喜ばせてあげなさいよ。もしもし、もしもし、聞いてんの？なんか担当者小島美奈子って書いてあったから、女だと思ってかけたけど、がっかりだぞ。たまには本当にね、女の子を用意してちょうだいよ。もしもし、森田君、あなたまだ童貞か。はい、じゃあ頑張ってね。バイバイ。